はい、かぶってやっぱり、はい、女の子をケアするようにマメに行かなければいけないと思うんですけれど、鳥永さんはマメですか？どうせあれですか、あのメールを1日1回っていうのはマメですかね。マメじゃないんじゃないですか、それで。電話はでも1日1回するから。あ、それはマメですよね。好きになっちゃうと結構こうなっちゃうタイプなので。それはやっぱり株に向いてますよ。関係あります？関係ありますよ。本当ですか？はい。